バーの説明もしなきゃいけないですよね。うん、そうだね。一応もう、スーパースターチャンネルの中では3種類メンバーがあって、うん、まあ、スーパースターベイビーっていう190円のプランが、限定配信のライブを見たり、アーカイブとか、まあそういうのが見れたりするんですよね。で、その1個上に、スーパースターキッズっていうのがあって、それが790円。まあこの後録画で、質問コーナーやるんですけど、まあその中でもさらに、ちょっとっていうような質問は、そういう録画、メンバー限定の、そこから上の人たちは見れるようになってます。うん、なので、その、ベイビーは190円ですけど、本当に、たまにやるメンバー限定のライブとか、まあ、お知らせが行くぐらいの特典ですね。キッズがメンバー限定動画をちゃんと見れると。で、一番上のところに、今、キングっていうのがあるんですけど。キング、はい、はい。まあ、これは、かの有名な、キング内川から撮った。はい、なんだ名前何しよう、あ、これキングだ、キングで、キング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 クラスね、はい、そこになるとライブ限定配信とかも見れるんですけど、うんうん、今年1年フォーミュラーディとライズの車両に、うん、ボディの方に1年間貼らせてもらったってことは、わりかしこう名前が割と分かりやすいところに貼られるってことね。あ、そうですね、はいはいはい。なので、まあ、公式とかのカメラで撮ってもらったものも、うん、多分角度によっては映るんじゃないかな。まあ、側面に貼れば間違いなくどっかで映るわね。そうですね。うん、ぜひ、メンバーになっていただいて、はい、応援していただくと。それはキングになった方がいいわ。そうですよね。だって、すべてを知れるもん。すべてを知る。ステッカーじゃないか、ね。いや、すべてを知りながら、はい、自分の名前も出る。ああ、そうですね。うん、